はい、皆さんこんにちは、吉田成松でございます。イエイイエイということで、はい、今日はですね、タイトルにもあります通りですね、チキンの食べ比べやってみたいと思います。はい、ということで、早速いってみましょう。3種類ですね、セブンイレブン7チキですね。はい、まずこちらの方お値段が税込み220円ね。はい、開けちゃいましょう。切り取り線がね、ありますので、ね、うまいこと上がらないですね。でもね、はい、開きました。はい、7チキですね。美味しそうですね。はい、さあそしてですね、続きまして、皆さん大好きファミチキですね。ファミリーマート、これもね、点線ございますね。こっちの方が袋が大きい気がしますね。あ、これすんなり開いた。あ、これ特典いいですね。横に平べったくて、ちょっと大きさも大きいんでしょうかね、ファミチキね。はいはいはい、この方、これがですね、お値段が税込みですね、198円、安い、22円も安いですね。これは素晴らしいですね。さあそしてローソンさんでございますね。ローソンさん、これパリチキって言うんですね。これね、あ、これだけちょっともう容器が違うんですけど、ここから開きましょうか。じゃあこういう感じ、なんかパリパリしてるらしいですよ。スパイシーチキンかな、なんかね、普通のチキンだったかな、あって、パリチキがあって、どう違うんですかとお店の人に聞いたら、パリパリしてますと言ってましたね。はい、あの、そうですかと。204円ですね。はい、ファミリーマートが一番安い、まあ、ほぼほぼ一緒ですね。はい、あとですね、この、ウェットティッシュ、違う、おしぼりですね、これをね、ちゃんとつけてくれましたね、ローソンさん、そしてファミリーマートさん、そしてセブンイレブンさんだけがですね、なんとつけてくんなかったんですね。びっくりしましたね。天下のセブンイレブンがね、つけてくんなかった。これはですね、セブンイレブン云々っていうより、その店員さんですね、店員さんがですね、まあお忙しそうであったというのはありましたけどね、まあお店どうっていう店員さんなんでしょうね、結局ね。なんかあるじゃないですか、そこの喫茶店さ、ちょっと高いんだけどさ、店員さんがさ、すごい優しくてさ、気が利くんだよね、だからいつも行っちゃうんだよねとかね。例えばあそこの店がさ、店主が面白いんだよねとかあるじゃないですか。だからやっぱ人ですよね、人ね。ということで、じゃあセブンイレブンから行ってみましょうか。これね、あ、っていうか、あれですよ、サムネ行きましょう。サムネパリチキだけちょっと取りにくいな、これ。はい、いいでしょうか、これで。さあ、あのね、一番でかいね、ファミチキが。そんな気がしますね。じゃあ、いただきますね、セブンイレブンからね。めちゃくちゃうまい。おかずになる、ご飯が食べたい。で、ブラックペッパーですか、ちょっとスパイシーですね。うん、ちょっとデータの準備をしてなかったな。ファミチキがどうとかですね、ちょっと忘れてましたね。よいしょ。まあコンビニのですね、まあ、定番ですよね、こちらの方ね。うん、7チキですね、セブンイレブン7チキ、セブンイレブンの7でね、7チキね、これが実食。7チキと揚げ鶏好きですね。揚げ鶏好きだな。これ公式じゃないね、これね、公式のところでちょっとね、見たいんですけどね。あ、焼き鳥、揚げ鶏、ちょっとね、7チキございまして、やっと。はい、ふっくらと食べ応えのある肉食感と、うん、確かにジューシーさにこだわりました。確かに肉を美味しく食べるため、肉汁を閉じ込めつつも口どけが良い、サクッと軽い衣でした。まあ合ってますね、ほぼほぼ合ってますね。7チキ、うん、
肉厚って感じですね。非常にうまい。そしてみんな大好きファミチキですね。ファミチキ、まあ言わずと知れたっていうね感じですけど、なんかファミチキの方が有名のようなねちょっと印象がありますけど、ちょっとお飲み物。はい、そしてですね、ごめんなさい、今ですね、ライブ配信の時にですね、私ですねよく、画質が悪くなったりとかですね、カクカクしたりそういうことがね、多々ございました。で、ネットで調べたらなんとですね、これメロピノさんも前おっしゃってたんですけども、電波云々もありますとは思いますが、長時間ですねやっぱりですね、ライブ配信とかしてますとスマートフォンがですね熱くなると。で、熱くなるのを防止するために、例えばゲームとかをですねスマホでやってると、熱くなるのを防止するためにですねちょっと画面が暗くなったりカクカクしたりということにわざとねしてるそうなんですね、スマホなので。私こちらを買いました。ババン、スマートフォン冷却ファンですね。これくっつけるですね、ちょっとくっつかないですね、なかなかね。で、こちらがですね光ってます。今くっつかないんで上に乗っけてると、だからちょっと音がねすると思うんですけども、まあ、これはですねイヤホンマイクロフォンを今使ってですね、こっちで音を拾うように、なるべくこのねファンの音を拾わないようにねちょっと工夫をしてあります。はい、ということで、サクッとした衣の食感と柔らかくてジューシーな鶏肉のうまみが楽しめます。食べやすい骨なしタイプですね。全部骨なしタイプですね。あ、でもファミチキ久々ですよね。メモは何をメモするんでしょうか、こうね。はい、いただきます。うん、うまいよ。なんだろう、また違う。なんかね、叩いてあんのかな、これ、平べったくしてあんのかな、なんか。セブンイレブンのなんか素材そのままふっくらって感じだったんですけど、もうこれなんかちょっと叩いて平べったくして、なんかそのバンズに挟んで食べてくださいみたいな、なんかそんな勢いですね。うん、でちょっとスパイシー、セブンイレブンのスパイシー。うん、これもご飯が欲しいというね。ご飯、そしてローソンですね。うん、辛いね。うん、ちょっとスパイシーですね。ローソンのエルチキ、あ、そっか、エルチキとパルチキはどう違うのってあって聞いたんだ俺。エルチキじゃないんだよ、パリチキが知りたいんです、私はね。チキン、パリチキ、これ新商品なんでしょうかね、どうなんでしょうね。パリチキローソンね。外はパリパリ、中はジューシー、鶏肉の味を引き立てるシンプルな味付けです。なるほど、シンプルなんですね。これちょっと面白そうですね。ちょっとね食べたいんですけど、ちょっとこのファミチキが辛すぎてスパイシーすぎてね。さあ、じゃあ対照的ってことですよね。ちっちゃいあのローソン、ちっちゃいし、なんだろうこれ。いただきます。うん、硬い、パリっていうか硬いな。いっぱい並んでたらね、時間が経ってんだと思うな、このな。ごめん、これは一番良くない。この3つの中じゃ。うん。で、あー、ちょっとチキンもボソボソしてる感じすんな。味付けがシンプルってのは合ってますね。中はジューシー。今んとこ全然ジューシーじゃないですね。鶏肉の味を引き立ててシンプル。うん。これはちょっと今んとこダメだな、これ時間が経ってるんじゃないかな、単純に。出来たて揚げたてだと外がパリッと中ジューシーなんでしょうね。うん、時間が経ってたんだと思う、多分。いくつかな、これ6個以上並んでたんですよ、レジのとこに。だからそんなに売れないじゃないですか、そんなに。多分それが6個あったってことは
時間経っちゃってんじゃないかな。うん、ちょっとね、時間経ってる感が半端ないね。残念でした。パリチ、うん、まあパリパリしてたんでしょうね、かつてはね。うん、ダメだな、これは。カロリー209キロカロリー。残念でしたね。揚げたてだったらどうなのかな。うん、うん、ダメだ。どうすんの、ダメだな、これな。ローソン、揚げたてじゃなかったのがお店に出されてたと、それは私が買ったと、それもお店の実力ですから、うん、残念ながら第3位ですね。はい、セブンイレブンとファミリーマートの戦いになりましたが、どうかな。うん、すっげー全然違う、もう全然違う、ふっくら、本当に。いやー、どうだろう、うまい、うまいよ。チキン、チキンばっか食べて、ファミチキね。うん、うまいけど、やっぱこれ叩いてあるよね、多分ね。違うかな。うん、わかった。決まりましたね。今回のチキン食べ比べ勝者は、ドゥルドゥルドゥル、セブンイレブンでございます。ですよね。やっぱこの、ふっくら感、ジューシー感、側の味、すべてにおいて、美味しかったです。はい。うん。ぜひね、吉田のものさん何を言ってんだと。ファミチキがナンバーワンじゃないか。これ食べ比べてほしい。本当にぜひ。ナナチキ、セブンイレブンと。もう、ファミリーマートだけでいいから食べ比べていただきたい。そうしたら、あ、言ってること分かった。ね。そういう風になると思います、これね。うん。食べやすいは食べやすいね。うん。だから、何かに挟んで的なことを狙ってるじゃないですか。これね、だから目的はしっかりしてるね。あ、そういった意味でこの商品はこの商品でいいんだけど、セブンイレブンが良かったな。ちょっとこれ最後に取っとこう。美味しいものは最後に取っとく。あ、そうだね。だから皆さんも食べたら多分僕と同じ結論になると思います。セブンイレブン、ファミリーマート、ローソンの順番になると思います。まあ、ローソンがね、今回ね、出来立てだったかどうかが怪しいのですが、多分同じような評価になると思いますね。はい、うん、まあ値段的にも確かにね、一番高いとね、セブンイレブンはっていうのもありますけども、大きさ的にはファミリーマートが大きかったんですけど、これわかんない、重さはね、本当にファミリーマートが一番なのかちょっとわかんないです。平べったくしてあったから大きく見えただけなのかもしれないですね。うん、ローソンはちょっと論外だったな。残念。セブンイレブンの勝利でしたね。うん、柔らかさ、外の味ね、側、うん、ぜひ、ぜひ食べていただきたい、セブンイレブン。結果、手前味噌になりましたが、セブンイレブンですね。うん。ただ残念なのは、
おしぼりつけてくれなかったね。まあまあそこまでは思ってないです。僕そこまでは思ってないです。逆にむしろ最初にローソン行って買っておしぼりつけてくれたんだ、あつけてくれたんだって思ったぐらいです、正直ね。でファミリーマート行って、あつけてくれたんだ。で最後にセブンイレブン行って、あつけてくれないって思ったんで、ちょっと残念だったっていうだけですね。うん、もっと言うとセブンイレブン2軒目ですからね。1軒目なかったか、俺多分あの何軒かセブンイレブン行かないと、ファミリーマートもそうですけど、ない場合もあるな。なかったらある程度行ってから、こっから先コンビニしばらくないみたいな状況があるんで、運転してて、だからあれここ寄ってなくてもこっちだななんて思ったら、なかったね1軒目ね、セブンイレブンとか何にもなかったね、あそこのホットスナック系は。で一応店員さんに、あすいません、七チキって今から作ったりすることできますかねみたいな感じで、えって感じだったんですよ。バイト君でしょうね。あ今からできますけど10分弱かかりますけどって言ってたんで、あそう、あじゃあ大丈夫です、すいません、ありがとうございますって感じで、そしたらキョトンっていう感じで、何この空気とか思いましたけどね。あれ俺ちょっと丁寧に、 むしろ丁寧に普通に言ったんですけど、あ大丈夫です、ありがとうございます、はいはいはい、ダラダラダラみたいな感じでしたね。そんなことないですけど、あの時間ね売れないんでしょうねきっとね、だから置いてない。あまあそれは戦略的に言うと、売れんだかどうか分かんないローソンみたいに、なんかもうできてから何時間経ってんだみたいな、何時間ってことはないですけどね、そういうのバンバンなされてるより、この時間売れないだって判断して出してないと、オーダーされたら出すっていう、まあセブンイレブンのまあその店のね戦略っていうのであればね、まあ経営的にはセブンイレブン優秀だったとね、いうことかもしれませんね。はい、さあということでありがとうございました。今日はですねチキン対決ということでございました。私の中ではセブンイレブンの7チキ220円、これがね最高にうまかったですね。はい、ありがとうございました。後ろでバイクが通ってますけどね。はい、ではまた、お会いしましょう。今日は最後まで見ていただき、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。では、チャンネル登録のまだの方ぜひお願いします。ではまた、バイバーイ、ありがとうございました。ではまた。